ホセヒメネス・アランダは、スペインの画家である、セビリアで生まれた。弟のルイス・ヒメネス・アランダとマヌエル・ヒメネス・アランダも、画家になった。1851年に、セビリアの王立美術学校で学んだ。1868年から、マドリードのプラド美術館に通い、フランシスコ・デ・ゴヤや、ディエゴ・ベラスケスの作品を学んだ。1867年にヘレス・デ・ラ・フロン・テーラーに移り、 ステンドグラスの仕事をした後、1871年にローマに移り、4年間滞在した。ローマでは、スペイン出身のオリエンタリズムの画家、マリアノ・フォルトゥーニと知り合った。1881年には、弟のルイス・ヒメネス・アランダが活動していた、パリに出て、1890年までパリで過ごした。1882年にサロンド・パリに出展し、1889年の、 パリ万国博覧会の展覧会に入選した。1890年にマドリードに移った。1892年に妻が亡くなった後、セビリアに戻り、1903年に母校の王立美術学校の教師となり、亡くなるまでその仕事を続けた。1900年のパリ万国博覧会にも出展し、入選した。ありがとうございます。